まあ、文法的にも間違ってないので、正解じゃない?ってなると思うんですが、実はこれ減点対象になるポイントがあります。Hey guys, it's Mighty! はい、改めまして皆さんこんにちは、Mighty です。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今回の動画はですね、前回の動画、こちら。英検についてをお送りしたかと思うんですが、その第2弾、続編ですね、今回は英検の二次試験について、お届けしたいと思います。はい、では早速ですが So let's get started。 はい、ではやっていきたいと思います。今回のこの動画ですが、3つのステップに分けてお話をしていきます。まず一つ目ですが、この二次試験一体どういうものなの、どんな風に当日テスト受けないといけないのという、こうね、全体の流れについてお話をしていきます。二つ目は、ま、級ごとに、二次試験の形式というのが少し違う部分がありますので、ま、そのお話と、でそして勉強方法についてお話をしていきます。そして最後三つ目は、おすすめのテキストについて説明をしたいと思います。はい、はい、ではまず一つ目なんですけれども、この、二次試験を受けるにあたってですね、まず皆さんに、ぜひ見ていただきたいものというのがあるんですね。それが、英検の公式ホームページに、アップされてますバーチャル二次試験というものがあります。で、これどういうものかというと、まあ、アニメ形式で当日、皆さんこういう風に二次試験を受けますよ、こんな質問されますよ、こういう順番で進んでいきますよ、というものが、まあ、見れるものになってるんですね。で、今からもちろん私からも説明はするんですが、これを一度見ていただくと、今からする説明もわかりやすいかなと思います。で、イメージもつきやすいかと思いますので、もしお家で、ちょっとスマートフォンから見れない形式になっているので、お家でパソコンがある方は、ぜひこの、公式ホームページに記載されているバーチャル二次試験を一度見てみてください。まあ、百聞はね、一見にしかずと言いますか、こう、一回見るとやっぱりこう、その後の練習だったりとか、当日も緊張がちょっと和らいだりとかしますので、ぜひこれを見てください。はい。で、今回の動画でお話しするのは、3級から2級についてお話をしていきたいと思います。3級、準2級、2級。どの級も、カードを渡されます。こんな感じのカードを渡されます。はい。で、このカードの形式というのが少し、異なりまして、まず3級に関しては、パッセージという、こう、文章を書かれているものと、下にイラストが、はい、こう、一枚あるような作りになってます。で、準2級に関しては、パッセージが一番最初にあるのは一緒なんですが、イラストというのは、これが2枚、2つね、ちょっとパターンが違うイラストが2枚記載されている形になります。2級に関しては、パッセージは一緒なんですが、この下の部分というのが、絵が、こう、イラストが3つ記載されているような形になります。一番最初に、出題される問題というのがですね、リーディングになります。はい。で、これは、当日ね、パッと渡されて見るもんですが、今まで読んだことない文章、まあ、日本語でもなかなか難しいですよね。読んだことない文章をその場で音読する。ちょっと緊張しちゃうみたいな。なので、まず最初に、20秒間、声読、声に出さずに読む時間っていうものを、もらうことができるんですね。級によって、その文章の、語数というのが異なります。3級は35、準2級は55、2級は65。で作られたパッセージを読む形になるんですね。なので級が上がればもちろん、まあ、精読する時間20秒というのは変わりませんから、その分比較して難易度も、比較して比
比例して、はい。比例して、難易度も上がっていくっていうような形になってます。でこのパッセージについては、どこがポイントになるかというと、いかに精読の時間に全体像をつかめるか。でもちろんこのつかめるかというのは内容を理解 できるかというのも含まれます。綺麗に文章を読めるかというのも、判定に反映されますので、ピリオドやコンマ、でまた Q が上がっていくと不定詞だったり接続詞だったり関係代名詞というものも出てきますよね。なのでそういう部分でしっかりと文がこう切ってどこで切る箇所があるかというのを把握して読めているか、綺麗な正確な発音で読めているかというのもチェックされます。はい。でこれらのポイントを精読する上で自分でチェックしておくんですね。あ、ここに不定詞が入ってるな。あ、ここにピリオドがあるな。ここで切らないといけないな、とか。あ、この発音、この単語の発音、練習するときもちょっと自分で言いにくかったな。読むときに気をつけないとな、っていう風に意識をしてみてください。そしてこのリーディングの後に、このパッセージについての質問をされますので、しっかりと内容が把握できているか、というのも、判断基準。判定基準になってきます。パッセージについての出題でよく聞かれる質問というのが、why、なぜを使った質問が、よく出題されます。となるとですね、答えは、まあ、なぜならになりますよね。なので、この、パッセージの中で、そう、何々だから、to 何々するためにという、単語が、パッセージの中に出てきたときは、あ、why で聞かれるかもしれないな、注意しとかないとな、というふうに思ってください。なので、どの Q も、一番目に出題されるのはリーディング。そして、二つ目に出題されるのは、この読んだパッセージについての質問になります。はい。で、三つ目の出題以降に関しては、イラストについての質問になりますので、先ほどもお話ししましたが、3級であればイラスト1つ、準2級であればイラストが2つ、2級に関してはイラストが3つという形になりますので、ここから少し出題の形が変わっていきますので、それぞれの級に分けてお話をしていきたいと思います。ではまず、最初の3級ですが、イラストが、1枚、1つですね、載っているような形になります。このイラストを見て、三つ目、四つ目の出題に答えるような形式になってます。で、準2級に関しては、イラストが2つ記載されているような形になりますので、それぞれ A、B のイラストについての出題がされる形になります。なので、3番がイラスト A、4番がイラスト B というような形です。で、この3つ目、イラスト A を使った出題に関しては、その絵に出てくる、人物の行動についての説明になります。そして、出題4、イラスト B を使った問題に関しては、イラストに出てくる人物がどういう状況なのかを説明する出題形式になっています。そして最後の2級ですね。イラストが3つ記載されている形になるんですが、これが時系列でイラストが表示されている形になります。で3つ時系列で並んでいるイラストの展開を説明するような形で出題をされます。はい。なので、2級に関してはこのイラストを使った問題というのは、4番がないんですね。なので、3番を、この絵を使って、答えていくような形になります。で、この3級では、気をつけていただきたいポイントというのがありまして、それが代名詞への、置き換えです。どういうことかと言いますと、例えば出題で、Where is the woman? Where is the woman? その女性はどこにいますか?という出題があったとします。で、絵の中で女性が、
庭にいるような絵が描かれていたとします。となった場合、答える人は、That woman is in the garden. That woman is in the garden. と答える人結構多いんですね。で、これって、文法的にも間違ってないので、正解じゃない?ってなると思うんですが、実はこれ、減点対象になるポイントがあります。それがどこかというと、さっき言ってました、主語を代名詞へ置き換え、ここがポイントになります。なので、質問している人が、the woman, the boy, the dog っていうような聞き方をした場合は、he なのか she なのか it なのかというものを、その場で判断して答えないといけません。なので、今の出題形式だと、where is the woman, the woman になってましたので、she is in the garden, she is in the garden という形で答えると、100点。という形になります。で、この代名詞の置き換えというのは3級だけではなく、それ以降の級でも結構チェックされるポイントになるので気をつけてください。はい。で、準2級以降なんですが、もちろんレベルが上がっている分、イラストに出てくる、場所だったり、ものだったりという単語の難易度も上がってくるんですね。なので、例えばパッと見たときに、自動販売機の前に女の子がいますを説明しないといけない。自動販売機って何だったっけ?英単語で何て言うんだったっけ?って結構ね、焦っちゃう、生徒さん多かったんですね。私が教えてた生徒さんの中にも。でもここは、落ち着いてください。パッと見たときに、自動販売機という単語がね、出てくると、まあ一番ベストなんですけど、出てこないってなった場合は、わからない、どうしよう、答えれないって止まってしまうと、そこがポイントが取れないような形になってしまいますので、自分が知っている単語で置き換えて答えるようにしましょう。例えば、自動販売機であれば機械ですよね。なので machine を使って答えることもできます。3級、準2級に関してはその見た絵についての説明になるので、時制としては現在進行形とか現在形を使って答えるような形になります。2級に関しては先ほどもお話ししましたが、時系列のイラストが3つ並んでる形式になりますので、時制を変える必要があるんですよね。なのでもちろんその過去形を使って、現在進行形を使ったりですとか、何をしようとしている未来時制ですね、を使って答えるような形になりますので、この時制、特に2級に関しては気をつけてください。はい。3級、5問目、6問目に関しては、受験者自身についての質問をされます。ので、これは先ほどもね、言いましたが、出題されたものに対して、代名詞を使って置き換えれるものがあれば、しっかりと代名詞を使って置き換えをしてください。そして、ちょっとね、自分自身についてこう答えようと思うと、焦ってしまう部分あるかと思うんですが、動詞の時制に気をつけてください。で、あとは、例えば、主語を、自分以外の人を使って he とか she とかねを使って答えるようなことがある場合というのは動詞の、三単元の s、 これも気をつけてください。はい。続いて準2級ですね。準2級、出題5番目6番目。で、5番目に関しては、あなた自身の意見を聞かれるというのは3級と変わらないんですけれども、出題が、このイラストで出てきていたトピックについて、あなたはどう思いますか?イエスですか?ノーですか?あなたの意見はどうですか?っていうふうに聞かれます。で、このイエス、ノーの後に、why? Why not? っていうふうに、プラスで質問されるパターンが多いので、例えばイエスって答えたら、その後 why? って聞かれたら、ちょっと答えにくいな、文章作れるかなっていう、パターンもね、あり得ると思うんですよ。で、そうなった場合は、自分の意見はイエスだけど、ノーで答えた方が、この後の文章、作りやすいな、答えやすいな、っていう場合は、ノーを選んで文章を作るようにしてください。
自分の意見イエスだからちょっと頑張ってこの後続けないとってなって、ちょっと難しいな、うまく答えれないなってなって答えれない方が、ちょっと減点対象にね、なってしまいますので、自分がその後の意見を述べるときに、理由を述べるときに作りやすい方の、アンサー、イエスのクエスチョンに関しては選ぶようにしてください。12級の、6番目の出題に関しては日常生活についての質問をされますので、それに対して答えるような形になります。気をつけてもらいたいのが、先ほども言いましたが動詞、はい、動詞の時制に気をつけていただければなと思います。結構ここで練習を一緒にしてた生徒さんとか、こう今までの生徒さんで多かったミスというのが、この動詞の、時制だったりとか、三人称単数が S 抜けてたりとかいうのが結構多かったりしますので、ここね気をつけていただければと思います。2級に関してはイラストについてのね出題が一つしかないので、あなたに、あなたの意見について答える問題というのがこの4番5番という形になります。で、4番に関してはさっきの12級と一緒でイラストのトピックについてのあなたの意見を述べるような形、そして出題の5番に関してはあるトピックについてあなたの考えはどうですかというような、出題形式になります。では今、ちょっと全体の流れをね説明してきたんですが、では次2番目、勉強方法についてお話をしていきたいと思います。この勉強方法なんですけれども、一時のね筆記に関してはリスニングも含め自分一人で練習ができるものになるかと思うんですけれども、二次試験に関してはやっぱりこう会話形式での、試験になりますので、なかなか一人で勉強を進めていくっていうのが難しいかと思うんです。ただその中でもできることというのがまずリーディング練習ですね。はい、過去問買っていただいてその過去問に出てるリーディングを練習するっていうのはもちろんなんですけれども、普段から声に出して英語を読むという練習をしておいた方が、当日ねこうちょっと緊張してしまって声がちっちゃくなっちゃうとか、正確な発音で単語が読めないっていうことも軽減されるかと思いますので、一次試験が終わった人は、一次試験用のね勉強、私が前回の動画でもアップしてたオープン社の7日間完成とかにも、長文問題というものがありますから、その文を使って読む練習っていうのをしておくといいかと思います。でこれは一次試験の勉強のためだけではなく、これから高校大学と進んでいく上でも結構こう正確なね発音で読めるっていうのは強みになると思いますので、これをねぜひ英語力アップのためにも練習として取り入れていただければなと思います。はい、なのでこの1番2番のパッセージの練習については、自分一人でもね十分できるかと思うんですけれども、それ以降イラストを見て答える形式というのは結構自分一人でもちろんね勉強することも可能ではありますけれども、なかなかこう難しいものがあるかと思いますので、二次試験受けるお友達であったりとか学校の先生、塾の先生、二次試験を受けるので、ちょっと練習してもらってもいいですかっていうふうに声をかけて一緒に練習をするというのが一番いい方法だと思います。で、対面式でないとなかなかね、本番に向けてのこう緊張感というのも取れないと思いますので、先生たちに声をかけて、であとはお友達同士でちょっと交代でね、受験生と試験官の、役をちょっと順番でやるような形で練習してもらえばなと思います。はい、そして、3つ目おすすめのテキストなんですが、前回の動画で、筆記試験のね動画で、おすすめしてましたオープン社のテキスト、これと合わせて、リスニングも私はオープン社さんが出しているテキストを生徒たちにおすすめしています。で、それがこちら
なんですが、7日間で、練習をするような形式で作られてます。で、級によって実は、この日数というのが違いまして、準2級と2級に関しては、10日間で練習するような形になってます。で、大体、合格通知が届いて、二次試験受けるまでっていうのが1ヶ月になりますので、早い人だとね、筆記試験自分でこう自己採点していけてるかもしれない、大丈夫かもしれないなっていうのがわかるかと思いますので、筆記試験を受けた後は、もう二次試験を受けるつもりで練習をしていただくといいかと思います。で、数をやっぱり練習をすればするほど本番でのこう緊張感っていうのも取れてくると思いますし、自信もつくと思いますので、一次試験が終わったらすぐ二次試験の練習、パセージのね、リーディングの練習をして、で、お友達だったりとか、先生ですよね、にいついつ空いてますか、いついつちょっと一緒に練習しないっていう風に、ちょっとね、予定を立てといてもらうと、本番前にね、こうバタ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 っていう風にならないと思いますので、ちょっとね、前倒しでこう、練習をスタートする気持ちで、動いてもらうといいかなと思います。はい、では今回は英検の二次試験についてお話をしていきました。ちょっと3級からね、2級に絞ってのお話になりましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。やっぱりこう本番に向けて、練習するっていうのも必要になってくるかと思いますので、ちょっとね、結果出る前からでもいいので、練習始めてもらうと、ハイスコア、二次試験の合格できるかと思いますので、練習頑張ってください。はい、では、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。 So thank you for watching and see you guys soon.